はい、エスペラント語って、ヨーロッパの言語、一体どんな文字を使うんですか？ですね、日本語、日本、国語で、日本でローマ字っていうのを小学校で習いますよね。ローマ字を使うんです。はい、だから発音も簡単です。エスペラントの母音ね、と日本語の母音は全く一緒なんです。あいうえお。だから例えば、子音のけいをつけてね、か、けいをつけると、かきくけいこ。日本語の発音と一緒でしょ。そんなので、発音は非常に優しいですね。ローマ字が読めたら、エスペラント意味が分からなくても読めるという、そういう便利さがありますね。英語でキャットとか、そういうっていうとか、そういうのはないんですか？そういうのもちろんありますよ。びっくりしたりね、驚かせたり、そういうね、どんな専門用語で何て言うんですかね、そんな言葉あります。例えば「あ悲しい」とか言ったら「べー」とかね、からね、「わー」とかいろいろね、その叫ぶ言葉ありますよ。じゃあ、覚えやすいんですか？例えば、単語を。そうですね、他のいろんな言葉をかじってる人にとってはものすごく 優しいですね。というのは、他のいろんな言語にね、意味が似てることもあるし、発音がそっくりなこともあるんですね。ですから覚えやすいし、しかもね、ヨーロッパの諸言語からね、いろいろと取り入れているので、あれですね、あんまり難しいことを覚えなくても、他の言語、例えばスペイン語をかじってるとか、そういう人にとったらすごい優しいと思いますよ。まあ、フランス語に似てることもあるし、ドイツ語に似てることもあるし、まあ、日本語にはね、文字も違うし似てませんけども、でも例えば「私」っていうのは「me」ですね。あなたは「we」ですね。そんな風で「me」とか「we」とかね、彼は「li」、彼女は「she」とかね、いろいろありますけれども、あんまり難しくないですね。だから、例えばね、人間のことをね、ホーモって言うんですね。ホーモ、日本語でもホモなんとかっていうことがありましたね。ホーモ、人間。それから愛というのはアーモって言うんですね。それから本のことはリブロ、リブロ、これはフランス語に似てるんですかね。それから、こんにちはというのはね、ご挨拶をというわけで、サルトンというんですね、サルトン。それから、一番わかりやすいの、パーの、パンのこと、パーのですね。パンって書いて、をつけるだけ、パーの。名詞は、オーで終わるんです。ベジタリアンはどういうんですか？ベジタリアンはね、ベゲタラーノって言うんです、ベゲタラーノ。で、ベジタリアンの、もうちょっとあれで、ビーガンっていうのはありますね。本当の野菜だけしか食べない。それはベガーノ。発音間違えたら、V の方で、ベガーノと言いますね。ベゲタラーノ。それから、ベガーノ。なんか、早稲田の近く、東京は早稲田の近くに、僧侶？僧侶。日本エスペラント協会ね、早稲田にありますよね。そのすぐ近くに、僧侶という名前の、いわゆるビーガンのレストランがありましてね、僧侶というのはね、エスペラント訳すると大豆ですね、豆のことですね。ですから、そこ行くと、そのビーガン用の、美味しいものがたくさんあるんですよ。だから、じゃあ、軽くまとめましょエンエスペラント、プリキオミパロリスミアンフォルエシス、プリキオ、テマスプリネヒストリオ、セドプリ、ボフトイ、プロノンツォ、チュド、エンエスプラント、ラ、アボカーロイ、エスタトゥテサーマイアラヤパーナ、ボカーロ、ノメ、アエイオウ、アイウエオ、トゥテサーメ、カイセオニアドナコウ、ド、カーケーキーコーク、ティエル、プロンツェサトレファツイレ、セオニポワスレギ、ローマ字、キウン、オンレルナセンヤパーナレルネヨ、カイティエル、プロンツェ、エチネコンプレナンテラシお、ー、テンポ。